はい、どうもこんばんは、3日ぶりです、皆さんお久しぶりですっていうことなんですけど、もしかしてネタ切れみたいな、ネタがないんじゃないか、ネタに困ってるんじゃないかと、思われてる方いらっしゃると思うんですけど、ネタありますよ。そう、ネタはあるんですけど、あ、ネタってバンド紹介です。そう、バンド紹介を作ってあるんですけど、再生数取れないですもん。そう、再生数取れないんで、休ませていただきました。あ、今日もですよ。今日は、世紀末の、完結編ですよ。今日で。先週から、2本ですね。まあ、世紀末っていうバンドを、2本、動画で紹介しました。で、今日が、まあ、3本目で、世紀末完結編っていうことなんで、あ、目標の再生数ですか？目標の再生数は、300回です。だって、取れないです。はい、ということで、早速行きたいんですけど、まあ、その前に、クソメガネの、最新のポストになります。11時間前、もう介護して、走って飲むしかなかった、当時の写真は、やつれ顔から、2022年の、この時期は、もう無理かもと、感じながら、一人でどうしたら、良いかわからなくて、夕方に苦しくなるまで、北上海岸を走って、頭が、麻痺するまで飲んで、気持ちを、紛らわす毎日でした、タグは、エクスタシーレコードっていうことなんですけどクソメガネさん書かれてるぞお前そういえばエクスタシーアンリミテッドでどうなったんですか、ハッシュタグに、恥じぬように何を頑張っているんですか、クラウドファンディングで、集めたお金でエクスタシーレコードの復活は、どうなったんですかってあ、クソメガネの返信ですか、もちろんないです。でさ、あの3日前にあげたじゃんお前に YouTube やらないかって。見てくれた？見てないこいつね、毎日、50過ぎじゃん。53とか4だと思うんだけど、顔をドアップにして、ポストしてるんですよ。で、インプレッション数も、そこそこ取れてるんですよ。で、いいねもつくんですよ。リポストもされるんですよ。で、老婆からコメントも届くんですよ。もったいないと思いません？思いますよね。そんなにさ、自分の顔に自信あるのか、ね、ナルシストなのか知らないけどさ、YouTube やれば、こうやって撮れるじゃん。ね、俺毎日撮ってんじゃん、こうやって。ね、あと、まあ、この間も言ったんだけどさ、こういうコメント。もうめんどくさくて、まあ、紹介もしてないし、返信もしてないんですけど、届くんですよ。ね、こういうコメント書くやつもさ、俺のことをさ、ブサイクだみたいな思ってると思うよ。まあ思うのは自由なんだけどさ、見てんだよこういうやつも。だからクソメガネ、お前も同じ。当時エクスタシーレコードに所属してた、まあレディースルームっていうクソバンドがいるじゃん。で、まあそれ以外の所属してたバンドのメンバーもさ、いいってなりながらお前のポスト見てるんだよ。お前のポスト見てるってことは、YouTube を始めても見てくれるの、動画って。わかる？だってこういうやつって俺のこと見てると思うよ。なんだかんだ言いながら。利用しないと、本当に。はい、ということで、まあ、クソメガネの紹介は、以上になりますが、まあ、このコメントについて、あ、顔？純日本人って俺日本人だよ、両親。もう死んだけど。あ、これね。何？ルナシーか、雫の動画でしょ？これでしょ？懐かしいな。これ、1年前の動画で、俺こんなんだったの。あ、で、あとね、タンクトップがどうのこうのとかさ、書いてるやついるんだけど、言いたいのはさ、俺そんなプライド高くないし、気にしないの。都会に慣れてるから。わかる？やたらさ、人のルックスとかさ、服装がとか、あ、服装、あ、俺は気にしないんだけど、たまにコメントで、あ、今日の服装、何々ですね、とかって、そう、書いてくれる方がいらっしゃるんで、個人的にはね、毎日めんどくさいからさ、着替えたくもないのね。毎日同じでいいなと思うんだけど、着替えてんの。まあね、ご覧になられてる方が、ね、服装について、まあ書いてくれる方もいらっしゃるんで、俺個人的にはどうでもいいんだけど、あと言いたいのはさ、まあ俺東京に住んでんだけど、なんかその辺にさ、買い物に行くじゃん。ドラッグストアやら、スーパーとかさ、まあ美容院とかもいいんだけど、俺さ、ハーフパンツに T シャツとかだからね。そんな。
いちいち美容院行くのに、ドラッグストア行くのに、ね、その辺のスーパー行くのにさ、着替えんのも邪魔くせえし、あ、もちろんクロックスだよ、足元は。サンダルにクロックスだよ。言いたいのは、今4月じゃん。で、もうすぐ5月でしょ。で、5月といえば、ゴールデンウィークあるじゃん。で、ゴールデンウィークに、田舎からさ、東京だけじゃないんだけど、都会に遊びに行こうと、ね、旅行しに行こうと思われてる方いらっしゃると思うんだけど、誰もお前なんか見向きもしねえから。俺みたいにね、都会に慣れてる人にとっては、人、うわーっているじゃん。人大勢いるんだけど、田舎もんってさ、大体わかんの。田舎もん、まあ田舎もんバカにするわけないよ。俺も田舎育ちだし。そう、北陸だからわかるんだけどさ、都会に出てくるのに、人も多いからさ、もう、おしゃれしないといけないみたいな。男性でも女性でも。そうでしょ。おしゃれして、綺麗な格好をしないと、なんか、みすぼらしいというかさ、ね、周りの人の目が気になると、ね、思ってる方いらっしゃると思うんだけど、誰もお前なんか、見てねえから。勘違いしてるやつ多いよな、田舎もんで。俺、こういうコメント書いてるやつって、俺、田舎もんだと思うよ。田舎もんと貧乏人。まあ、いわゆるゴキブリだよな。害虫だと思うよ。誰も気にしねえから。あなたが、もしね、かっこよくても、可愛くても綺麗でもさ、誰も見てないから。都会ってそんなもん。そう、俺が今日ね、今、外に出て誰かとすれ違うよ。誰かとすれ違ったとしても、もうさ、二度と、俺と目合わすことないだろうな、みたいな。そう、すれ違わないと思ってるから、だから俺って気にしないの。そう、夏って暑いじゃん。タンクトップでも、ハーフパンツでもさ、クロックス履いてても、誰もね、俺のことなんか知らないって俺は思うの。でも、以前からこういうコメント書くやつって、やたらプライド高いでしょ。でしょ？で、田舎もんでしょ？あ、おしゃれしていかないと、みたいな。誰もお前なんか気にしねえから。だから仮にお前がおしゃれしたとしても、俺には負けてるから。まあ、勝ち負けで言うと。勝ち負けってよくわかんないんだけどね。はい、っていう感じになります。そんな気にすんのかな、顔とか。え、よく言いますよね。YouTube でも、サムネにさ、めっちゃ加工して、男性でも女性でも。もう、これ何時間かけ、加工してんのみたいな。もう奇跡の一枚みたいなやついるわけじゃないですか。え、そんなにさ、顔が良かったら、なんか再生数取れんの？あ、クリックしてくれるみたいな。あ、あるかもしれないよ。あるかもしれないけど、実際、映像で見ると、え？って思うかもしれないじゃん。なんか、加工しすぎでさ、って思わない俺全然気にしないけどね。だから俺普段から、日本人ってプライド高いゴミが多いんだなって。え、そうでしょ。俺はこのチャンネルで90年代の老人バンドを紹介してんだけどさ、ツイッターでもさ、当時の写真を未だにポストしてるやつがいいの。昔の俺だ、みたいな。今のお前なんだよって。もうハゲかデブか、老害でしょ。そう、顔出すのなんか抵抗あるんだろうな、年取ったら。昔もそんな綺麗だとは思わないけどね。はい、ということで、なクソメガネさ、なかなかできないんだよ。50代でドアップで顔上げるわけじゃんね、堂々とさ。そう、だからお前 YouTube に向いてると思うよ。試しになんか投稿してみればいいじゃん。YouTube をね、いきなり投稿するのは抵抗あるかもしれないからさ、Twitter のポストに、来月から YouTube 始めますみたいな。か、ちょっと、濁わせて、YouTube 俺始めようかなみたいな。ちょっとポストしてみて。俺 YouTube やってみようかなみたいな。食いつくやついると思うよ。老婆は。コウキさんの YouTube 楽しみだわーみたいな。応援してますみたいな。チャンネル登録しますってね、言うやつ多いと思うけどね。うん。ただね、残念なことは、いつまでも待ってくれないから。そう、始めるって、今だったらさ、いいねも、閲覧数もお前取れてると思うんだけど、人の賞味期限ってあっという間だから。それはアーティストも芸能人も全てだよ。タレントも。そう。早いでしょ、時代の流れって。そう、だから、YouTube 始めるんだったら、もう、すぐ始めた方がいいと思う。ポストした方がいい。もう寄ってくると思うから。で、そいつら必ず見てくれるから。はい、っていうことです。ここからですね、正規末です。まずは、メンバー紹介ですね。
どうなんですかね、今日で、6日前ぐらいが、600回ですか。で、4日前、5日前が、500回しか視聴回数が取れておりません。その世紀末です。僕何が問題か分かんないんですよね。あ、知らないのに紹介するな、みたいな。まあ、それは仕方ねえよ。だって、知らない上で紹介してますって俺言ってんだから。はい、ということで、これが、世紀末のメンバーになります。で、今日は、まあ、完結編ということで、今まで、結成されたのは1982年なんですよ。82年から、1999年までの、作品をほぼほぼ全部紹介したと思うんですよ。そう、紹介したと思うんで、今日は、2000年から、2022年までの、世紀末の、作品、紹介していこうと思います。で、作品なんですけど、こちらをご覧ください。2000年から、2010年に、主に、リリースされた作品は、DVD とアルバムと、ライブアルバムです。で、まずは、DVD になります。で、次が、アルバムと、ライブアルバムです。で、ライブアルバムの、2番目と、1番下、オールスタンディング処刑ってあるじゃないですか。で、タイトルが同じだったんで、そのまま書きました。何か間違ってたら、申し訳ございません。で、次は、2011年からですね、こちらです。アルバムになります。で、アルバムは、まだ続きます。これで全部だと思いますよ。はい。下から2番目、カセットテープって書いてありました。カセットテープなんですけど、まあ曲数が多かったんで、もうアルバムに、書いておきました。で、最後が、こちらですね。シングルと、マキシングル、オムニバスが、1枚っていう、こんな感じじゃないですか。2000年から、2022年です。何か間違ってるのかな？これで全部だと思うんですけどね。まあ抜けてたら、申し訳ございませんということで。まあタイアップも、まあウィキペディアで調べたところ、出てこなかったんですよ。まあ使用されてたのかもしれないですけど、まあ僕が調べたところ、まあ出てきませんでした。はい、ということで、今日は、世紀末の、完結編ということで、まあ今まで、まあ3本の動画に、お付き合いいただきまして、どうもありがとうございます。300回は撮れるでしょう。撮れないと思いますか？はい、っていう感じになります。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。